嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週金曜都市伝説のコーナー、毎週金曜俺今日水曜来ると思ったんだけどね。うっせえな。本日のゲスト、大友康平さんです。終わらない夢を。おお、ね、その速度で答えました、ね、ああもう余裕よそんなの。お前笑いが起こらずにおおってなってるだけ。お前悲しいぞそれは。お前そこでカミカミになってるのが悔しいぞ。砂嵐なんだけど、はい、あ何のためにあると思う。これはもう言われてみる。自然現象じゃないの。自然現象、はい、いや、いいよ、もう上行って、あの、ちょっと、寝てくださいなんで寝て、お去りになっていいですここはやってませんよっていうためのまあ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 、ね、深夜とかでね、もう番組もやってませんよ。それだったらなんか放送中止みたいな。ピーってなって、そういうのもあるね。砂嵐ってこう、あのザーっていう音、あの音はなんか赤ちゃんがお母さんのお腹で聞いてる音とものすごい似てるらしくて、眠りにつきやすいらしいのね。なるほど、うん、あ寝やすくなるの。人間が使いたい。寝づらい。怖えな早く寝なさいみたいなメッセージがあると思うんだけど、これは表向きの理由とされてて、裏の理由がね、これまた恐ろしい。裏の理由、裏、砂嵐を30分以上見続けると発狂して最悪の場合死にます。え、いや、うん、やればなんでだ。砂嵐のあのザーっていう音とあの映像は見てると精神的になんか悪影響を及ぼすらしくて、まあ確かに気持ち悪いもん。あれすごい、そうあれを長時間見続けるとなんか狂っちゃう。俺あれやってたじゃん、速攻チャンネル変えるもん。まあ、あるエピソードがあって、あるテレビ局のディレクターが、まあ、家に帰ってそのテレビつけながら寝ちゃったらしいのよ。くと、まあ、真夜中に起きて砂嵐になったよね。あ、深夜になったからテレビ、うん、じーっと見てたら名前みたいなのが浮かび上がってくる。うん、でその名前がこの映画とかのエンドロールみたいにこうバーってずっと下から上へ、そうそうそう、名前がずらーってあって、その名前の中に自分がもう殺したいほど憎いやつの名前があったんだって。でそのスタッフロールが終わると、うん、明日の犠牲者は以上です、おやすみなさい。え、でその次の日になったら、その自分が憎んでた人が交通事故で死んでしまったっていう。え、それなんでも、この砂嵐っていうのは自分が見たいものを映し出すような仕組みになっているらしい。トリックアートとか 3D の本みたいな、それと同じような原理で、ずっと見てると自分の見たいものが映し出されるらしい。そういう仕組みだったよ。そう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 、まあ、だから交通事故でその死んだっていうのはさすがに作り話だと思います。あー、だからね、ちょっと無理があるかもしれない。 そんなね、そんなんで死んだらたまったもんじゃないでしょ。で、まあまた違うエピソードだったけど、まあこれもね、さっき話したやつと似てるんだけど、男の人が夜テレビ見てて、テレビつけながら寝落ちして深夜に起きると、そしたらまた、まああの砂嵐がバーってなってて、なんか5秒ぐらいエロ動画みたいなのが流されたんだ。え、うん、わーって見るやん。見る見る見る。でずっと見てたんだって、その砂嵐を。また出てこないかなみたいな。ああ、まあ期待するよね。うん、ってかなって。だからまあ夜が更けるまでもうずっと見てて、それがなんか何回か続いたんだって、はい、でこれがあるテレビ局の策略らしいのよ。策略、うん、というのもずっと見るじゃん。まあ全員がずっと見るのかどうか知らんけど、まあまあエロいやつは見るだろうな、ね、見るし、ね、頭に残るじゃん。それでそのチャンネルに興味が出て視聴率を上げようっていうこの策略だったらしい。これその静岡のテレビ局で実際に起きた話って言われてる。砂嵐なのにその視聴率と関係あんの。いや、その後のその番組とかでしょ。そう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 、つなげるためか。ずっと見とけば、もしかしたらあのエロ動画が出てくるかもしれんから、もうずっと見るってことか。だからもう現わざで、そうってことでね、そういう砂嵐の話があるんです。なんで持ってっちゃったの。あるんですよ。なんで持ってっちゃってんの。あるんですよ。全部俺がやったから。俺だわ。俺だろうが。おい、すみません。おい、さすがじゃない。全部僕に。さすがじゃない。すごいすごい。やめろ。手拍子やめろ。おい、砂嵐見るぞ俺。30分見ちゃうぞ俺。いいのか。止めるなら今のうちだぞ。見ろ。見て。おい、見ろじゃねえ。見ろ、止めろお前ら。砂嵐をずっと見てみると恐ろしいことが起きるかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。
何もしないんですね、あなたは。何もしない。逆にあなたは何もしないんだ。何もしない。もうそっちの方が気になっちゃうわ。これはあえてノータッチでいく。 ダメだ。